お話しするのは島本理生さんについてです。島本理生さんは1983年東京で生まれました。小学生の頃から小説を書き始め、15歳の時、夜が鳩よ小編小説コンクール第2期10月号に当選、年間 MVP を受賞されます。その後シルエットで群像新人文学賞優秀作を受賞し、17歳で作家デビューされます。リトルバイリトルで史上最年少の20歳で野間文芸新人賞、ファーストラブで直木賞など数多くの文学賞を受賞されています。ナラタージュやファーストラブなど映像化された作品もあります。恋愛小説は透明感のある心理描写が魅力で、家族の作品では思春期の繊細な感情や不安、葛藤が細やかに描かれていて物語に引き込まれます。やっぱり私は本から離れられそうにありません。